皆さんこんにちは、こんばんは。今ね、A86 のエンジンのオーバーホールをずっとやってます。こういうフェンダーとかにね、寄りかかりながら作業することがほとんどなんですけども、そのせいでね、結構チャックとか多分当たってるんでしょうね。なんか軽い傷みたいななってしまいました。でせっかくね、綺麗に全塗装された車を買ってるのに、車をね、より良くしようとして整備してて、こんなしょうもないことで傷がいってしまうのはバカらしいと思ったので、今回ね、良さそうな商品購入しました。こちらです。フェンダーカバーです。トラスコのやつですね。でなんかこれが手頃な値段で効果あるかなと思ったんで買ってみました。このフェンダーカバー2種類あって、鉄板にね貼り付く磁石付きのやつと、これみたいにクッションだけのタイプの2種類があります。磁石のやつは動かないんでいいんですかね。でこれは多分クッションタイプなんで、もしかしたら100均とかに売ってるクッションとかでも代用できそうなんですけど、雰囲気出すために、ね、今回買いました。めっちゃいいんじゃないですか。いいね、トラスコフェンダーカバーって書いてある。もう生地もしっかりしてるし、これやったらね、傷つけなさそう。こんな感じで、まあ、結構いいんじゃない。うん、いいやん。こんな感じで作業するようになると思います。いいね。へこますようなね、大きな力には耐えれないですけど、ただ細かい傷とかこれでね、防げそうなんで、いい商品かなと思います。この商品が欲しい方はね、この動画の概要欄にリンク貼っとくんで、そちらからね、商品ページ飛んで買ってみてください。86のエンジンのオーバーホールもだいぶ進んで、あと乗っけるだけかな。とりあえず、直ってくれたらいいんですけどね。ということでね、今回は作業に使うちょっとした整備道具じゃないな、パーツのね、紹介でした。最後はご視聴ありがとうございました。